完成直後のカデナロータリー、カデナロータリー、カデナロータリーはかつて沖縄県中上郡カデナ町の中心部にあったロータリー交差点である。沖縄戦後の1945年に建設された。国道58号と主要地方道沖縄カデナ線が接続していたロータリー交差点で直径約120メートルの日本一とも言われるロータリーであったが、 交通量の増加に伴い、休日には交通渋滞が生じ、また、流入部などで交通事故が多発するようになり、問題となった。そこで、カデナ町では、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業の一つとして、カデナタウンセンター開発事業と称する中心市街地、再開発事業を総事業費、約200億円をかけて実施し、それと連携する形で、 2007年度に国道58号がカデナ町役場、カデナ警察署の東側に建設した振動に移行し、合わせてカデナロータリーが廃止され撤去された。その後、旧ロータリーの東側の位置に国道58号から県道74号線が分岐する通常の3冊が設けられた。交差点西側のロータリー跡地には温水プールなどのあるロータリープラザ、 防衛省沖縄防衛局などが設けられている。ありがとうございます。